ヤガチャガチャンネルは。はい、どうも皆さん、ヤガチャチャというわけでございまして、先週ですね、エンディングを迎えました夜回りさんでございますというわけでやっていきたいと思うわけでございますが、じゃあ今回は何をやるのかっていうところですね。右上の時計もですね、無事ではございますが、もうね、朝とか夜とかそういう時間をですね刻むこともなくなったわけでございますが、まあこの拾い物ね、いろいろとこうやってアイテムがございまして、なんかいろんなものがあったわけなんですが、この丸文字のメモね、まずこのですね、丸っこい文字で書かれたメモ、お化けは目を合わせなければ襲ってこないはずっていうものと、この4っていうところがね、あるんですが、これがですね、クリア後に、まあ、言ってしまえば、なんでしょう。もともと手に入るメモっていうものと、クリア後に手に入るようになったメモっていうものに差分があるんですね。で、この丸文字のメモっていうのが、まあ、全部ちょっと集めておいた方がいいメモじゃないかみたいなところがあるわけでございます。というところで、一回ですね、ここからは、ロケハンっていうこともやらずに、一緒に受け止めていきたいなっていうふうに思っておりますというところなので、まずはこの丸文字のメモを集めていきたいと思うんですが、ここの集めること自体はちゃっちゃかやっていきたいなというふうに、思っているところでございます。というわけでございまして、まずはじゃあこの丸文字のメモ、クリア前に5までは集まるはずなんですよ。なので、2,3,5 を取り逃しているので、2,3,5を早速取っていきたいと思います。というわけでやっていきましょう。キュウリを拾ったわ。街で拾った新鮮そうなキュウリ、スーパーで売ってるものよりもとっても大きくて綺麗な緑色。でも落ちてたものだし食べるのはやめておこう。うん、丸文字のメモ探してたらキュウリ拾うってなかなかない現象だなと思いますね。結構ね、なんか、何かし、おおおおおおおびっくりした。そんな、なんか、荒ぶった自負画像みたいなお化けおる？あれのドライバーはこれ拾った時点で死ぬもんね。さてさて、改めてだけどあれだね、なんか目的がない中さ、こうやって散策をしてるわけだけどさ、思ってた以上に自分マップ埋めてないんだなってことに気づいて、なんか驚愕してる。なんか、もっともっと街広かったんだなーって。あいつちょっと動きそうな気配なくもない？大丈夫？で、超キモいセミいる。あー、でもこの通路ま、え？どういうこと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 ？え？どういうこと？おー、目はいいや。で、いやー最悪の位置にいるな。あの先にパズルのかけらがあるのは分かってるんだけど、まあパズルのかけらを集めるところまでは動画でやる気はないので、まああれは完全なね、あのゲーム中エンドコンテンツみたいなものなのでいいとは思ってるんだけど、この下も行ってないのか。へー、なんだろうね、このなんか改めてちょっと怖いみたいなさ感覚。近寄りたくはないよね。全く近寄りたいという感情を抱かないんだけど、行かなきゃダメだよね、配信者として。俺これに襲われたら叫ぶぜ、マジで。これに襲われたら叫ぶぜ。俺ロケハンで一回もなんだこんない、ないよ。怖いな怖いな、やだな、これやだな、うおー、あ、飛んだあれだな、俺、エンディング後も楽しんでんな。あーっと、あぶねー、今のはナイス読み。ここらへん、団地みたいな感じってところ？団地みたいな感じってところよね。で、これが今、団地だ。だから、団地と港、ここイベント一個もなかったってこと？だよね。へぇー。まあまあ、
お地蔵さん駆使しながらとか、行けるところは最短ルートでみたいな感じではやってたから、確かにね、若干そういうところがあっても不思議ではないんだけど、にしてもこんだけ未探索のエリアがあるとは思ってなかったから、ちょっとショッキングですらあるな。っていうかあれだよね、あーごめんなさい、今のゲームにおいてさ、無駄が許せてること自体が素敵だよね。行き止まりがあることも素敵だよね。はい。さあ、ですね、丸文字のメモをまずクリア前に入手ができる、5まで揃えてみました。ね、これ以降ですね。丸文字のメモに丸っこい文字で書かれたメモ、あれは屋上でしか見えないらしい。だから空を見るなって伝わってるのかもしれないって書いてある。なぜか自分の家をすぐに思い出せなかった。久しぶりに来たからかなって書いてある。気づいたのだけど、この街は夜でもカラスが飛んでいる。まるで何かを探すみたいに。あの子の心の傷は思ったよりも深いようだった。見えないものが見えているみたいだって書いてある。まあこの丸っこい文字で書かれてるメモっていうのがお姉さんの手記なんですよね。で今までのが、要はあれですよね、今見ると分かりますよね、あの子の心の傷っていうのが。まあ言うとね、主人公が失った家族を失った苦しみみたいなところっていうのが分かってくるっていうところでございまして、でここからさらにですね、6から9が増えているので、この6から9を入手していきたいなというふうに思っております。なのでちょっとこれまた各地に散らばっているので集めてみたいと思いますので、これがちょっと集まり次第皆さんで一緒に見ていきましょう。私も本当に手紙の中身はまだ知らなくて、拾った時に手紙の中身見ないので、このゲーム丸文字の手紙何を拾ったしか出ないので、ちょっとね、お姉さんがクリア後に見れる手紙でお姉さんが何を書いてるのかっていうのはすごい気になってることではあるので、ちょっと一緒に見ていきましょう。学校の階段の本を拾った。怖い話がいっぱい載ってる本。学校の七不思議の七つ目を知ると怖いことが起こる。知ろうとしてはいけないって書いてある。んじゃあ本を絶版していただいて。これが最後。6から。町に伝わる鳥の怪物はなぜか小鳥と呼ばれている。偶然にも私と同じ名前だ。小鳥って名前だったんだ、お姉さん。あの空の写真は本当だった。これで私も呪われてしまった。さあ、鈴を探さなきゃ。森へ行ったことを後悔してない。あんな母だけど、私はどうしても会いたかった。呪われたとしても。胸が痛い。呪いのせいなのか頭の中がぐちゃぐちゃになる。何も思い出せなくなってくる。なるほど。ちょっとあのお姉さんのプロフィールじゃないけど、そういうところと触れられるっていう状況なんだね。で、ここの階段を登った先に丸文字の手紙っていうのがあるらしいんだよね。これで丸文字シリーズは完結になるはず。お?これか。私はもうダメだ。間に合わない。君はすべてを思い出したとき私を許してくれるかなって書いてある。わかってたんだ。お姉さんわかってたんだ。まあ、その口ぶりはね、見えてはおったよね。正直。なんか、お姉さん的にはな、みたいな。感じの雰囲気はお姉さん漂わせとったから、それはわかるけど、なんだろうな、手紙に残しててくれてたんだね。ちょっとだけずっしり感あるな、これ。さてさて、さあ、ずっしり感があるところではあるのですが、やっていきたいことはまだまだあって、このですね、この物語まだちょっとだけ続いてるらしいんですよ。そもさんとして
で、それに重要なのが、青い花束のイベントっていうのを進めていかなきゃいけなくて、で、本編クリア後に各地に咲いている青い花を集めるという作業が待ってると。で、例えばこれですね。こんなところに花が咲いてる。お花を摘んでいこう。青い花6を拾った。いつの間にか街中で咲いた綺麗な青色のお花。小さいけれどとっても綺麗。誰かに見せてあげたいな。集めれば花束にできそう。という、アイテムが増えてますと。で、ちょっとこれをですね、各地に行って取ってきたいかなっていうふうに、思っているので、ちょっとこれもまたですね、再びいろんなところに行って集めてくるという作業をやっていきたいと思います。ね、もはや完全にお使いイベントを繰り返している状態でございますね。学校の焼却炉にあったんかい。学校の焼却炉にお手紙もあったんだよ。ね、というわけでございまして、ね、またちょっと面白いトピックスがあれば、途中途中声を入れていきたいと思いますが、基本的にはですね、作業に近くなってしまいますので、私の方でやっていきたいと思っております。少々お待ちください。いやー、お墓に行く途中か。あれだよな、主人公が全部受け止めた後、というね、過程があったとして、だけど、なんか、ここは通ろうとしないよな。なんか、あまりにも現実に近づかなきゃいけなすぎて、主人公にはしんどい場所に花があった気がするよ、個人的には。まあまあ、集まってるからちょっと引き続き頑張るか。紙落ちてたっけ？こんなところに小さなメモが落ちてる。子供っぽい汚い文字で、夜に犬の散歩をしてた時に、道の真ん中にぐるぐる巻きの影がいて、慌てて逃げ帰ったんだ。あれが噂の小鳥だったのかも、って書いてある。ほう。あー、で、ここには青い花があるんだな。よし。さて。麦が眠るお墓だ。そうだ。拾った綺麗な青いお花を麦にあげよう。麦のお墓に青いお花をあげた。麦、また来るね。麦が眠るお墓だ。君がここにいたことを忘れてしまってた。麦、長い間真実を受け入れられなくてごめんね。という青い花のお供えイベントを対応すると。で、時間経過後にまた来る。どれだけの時間経過を指しているのかがちょっとわからないので難しいんですが、なおかつこれをちょっと最後の作業にしてしまったので、お花のお供えは作業じゃないけどね、この青いお花を集めるっていう工程においてを最後の作業にしてしまったので、どうしようかな。ちょっと放置してから再起動してまた来るとか、そんな感じなのかな。もう一回お墓に行ってみましょう。あー、わー、麦が眠るお墓だ。いつの間にか花畑になってる。麦喜んでくれてるかな。一輪だけお花をもらっていこう。またね、麦。これでたくさんのお花が集まった。お花をまとめて花束にしよう。青色の花束。街で見つけた青い花を紐で絞った花束。これはあの人にあげに行かなきゃきっと見ててくれるはず。うわぁ。なんか今ずっしりきたなぁ。ずっしりきちゃったなぁ、今。なるほどね。だし、あの人が見ててくれるはずか。いやぁ、なんか主人公成長したなぁ、お前なぁ。成長したなぁ。ハイビルの屋上に向かいましょう。屋上に着いたぞ。
もうね、小鳥が襲ってくることもないんだね。ただただまあすぐ進んでいくだけ。さて、こんなに長い通路だったんだね、あの時抜けてた通路って。で、あ、なるほど、目をつむっていくのかな。まあどの道そうはなるよね。あ、ここから先は思い出せない。ここから先は思い出せない。目つむっててみるとかか。いや、何も現れない。いた、お姉ちゃん、お姉ちゃん、僕もう絶対に忘れたりしないよ。お姉ちゃんのおかげでどんなに怖くても勇気も出せるようになったよ。もう一人でも大丈夫だから。だからお姉ちゃんが持ってた、もらっていこう。あ、そうだ、行こう。音楽プレイヤーを拾った。お姉ちゃんが使ってた音楽が聴ける機会。お姉ちゃんはどんな曲を聴いていたんだろう。大事に使っていこう。お姉ちゃんのための花束が置いてある。お姉ちゃんの気配はここにない。もう行かなきゃ。うわー、あー、分かってきた。俺がお姉ちゃんとお別れできてないんだ。主人公がお別れできてるけど俺がお姉ちゃんとお別れできてないから、なんか俺ずっとしんどい、このシナリオ。うわー、なるほどな、なるほどな。で、あれか、あとは自宅に帰るだけっていう感じか。なるほどな、なるほどな。うわー、置いてある。音楽プレイヤーで音楽を聴く。エンディングテーマで流れてた曲か。あー、そうだね、エンディングテーマで流れてた曲だね。いや、そうっすね、ずっと悩んでたんですけど、自分の中で明白な答えが出たので、今ここで、本当はこの後もうちょっとだけサブイベを進めるつもりでした。要は各地で発生していた現象のなんか最終的なちょっとだけ拾い物も見れるコンテンツっていうのがあるっていうのは知ってたんですけど、夜回りさんの実況はここまでとさせていただきたいなと思っております。で、その上で、なんて言うんですかね、明日の動画に関しては、これにて一回夜回りシリーズとはお別れなので、総括を挙げて
終わりにしたいと思います。ゲーム実況を楽しみにされてる方からしたらつまらない話かもしれないですが、なんだかんだ言いながら夜回りは合計のパートで言うとそこそこなパート数、半年ぐらいとかのボリューム感になるぐらいのプレイはしてきたので、でなおかつね、4作目の発売が決まってるとかっていうわけでもなくて、この3作目っていうもの自体がとりあえず一区切りになるかなと思うので、明日はその総括をしたいなと。で、なんで総括をするのかしたのか、なんだよ、だったら矢神残りのも見せてくれよっていうご意見も絶対あると思うんですけど、総括になった理由とかは明日お話ししようかと思います。というわけで、最後にお届けしたのは丸文字のメモ、そしてこの青い花のイベントというところをですね、皆さんには見ていただきましたね、ありがとうございましたというところでございまして、今日までの一度夜回りさんは一度ですね、一区切り、要はこれを最終話とさせていただきまして、明日は夜回りの総括をやっていって、それでまた来週からは違うタイトルに、進んでいきたいなというふうに思っておりますので、皆さん何卒よろしくお願いいたします。というわけでございまして、今回はこんなところで終わっていきましょう。ここまでのお相手は私、ヤガミンこと矢上颯がご案内しました。夜回りさんシリーズですね、トータルで全て見てくださった皆様、本当にありがとうございました。バッテリーが切れる前にそこでお別れをしましょう。というわけでございまして、ご視聴改めてありがとうございました。 See you next time stay tuned じゃない、 See you next title stay tuned バイバイ。というわけで皆さん、お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。